神話全部日本だって日本のトップが集まるところですよ。それに頑張ってこいよ月島。外で揉まれるチャンスなんてなかなかないぞ月島。やってくれる。本当にお前は周りの迷惑を考えなさいと言ってんだろうが。やるな日向。すが。あるいっす。なあ。あまあ。今のはなんだか。オーバーワーク厳禁。帰れ。の。その辺でストップ。すいません。大佐。お前はずっとそうだろ。田中もバテバテってわけじゃないし、この限られた状況の中でどうするのか試すべきだと思うな。おし、フライングシュー。勝ったんだぞ。ああ、つい癖で。はい、ありがとうございます。自主練はほどほどに。特に山道を越えて帰ったりする系のやつ。黒川さん、田代さん、チャンス。よし。最悪だ。スエキチ、そっちの方が微妙じゃねえか。マグロか。おらおら、休みは休むためにあるんだ。風邪なんか引いたらぶっ飛ばすぞ。大地さんは何しに来たんすか。コートがバスケ部に乗っ取られてないか見に来たんだ。え、一人なわけあるか。おい、まずは宿に荷物を置いてから。宿で騒ぐんじゃねえぞ。のファインプレー集だ。よし、平常心。自分に言ってんのか大地。うっせ。よかったらバレー部のマネージャーやらない。バレー部にはしばらくマネージャーはいなくて、徐々に他人ではなくなった。よし、行くぞ。よし、セレズバガクファイトー。よしたナイス。よし、ナイスレシーブ。アゲヤマこの野郎、クソだろ。腹立つな。ショーアル、いやらしせ。全部悪口じゃねえか。体験入部ですでに口だけ返事。センスは良さげだ。あれ後輩か、呼んでいた。さあ、切り替え切り替え。どまい。まあそう簡単にはな。すまん。おい、レフト。そうだよ、俺よろしくお願いします。それでも…セレッツ!ナイスゲーム!田代さんと黒川くんが来てる。大地、気づいてなかったのかよ。俺も途中まで気づかなかった。やべ、全然気づかなかった。自覚している以上にずっと緊張してた。え、横にっすか。あ、いや、なんか全体的にさ。小さい方は、何者と言えばいいのか。元気小僧。運動能力お化け。中学でも完全に無名っすね。そんで時々得体が知れないやつですかね。
さにそうだと思う。よし、あー辛い、しんどい。清川のエースに感情移入しすぎかよ。気持ちいいレシーブだ。飯食ったら少し時間あるから買い物とかしてきてもいいぞ。そんなにはるばるじゃねえし。じゃあ明日もせいぜい生き残ってね。そっちこそだな。うるせえ。会場の誰も俺たちなんか眼中にない。どうしたんだ大地、しっかりしろ。燃える。よし、行くぞ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 。